前回までのあらすじ。なかなか成績が伸びない。神立つマインマイン。香港マイルに挑戦するも、5着。その後の、ドバイターフでも、健闘虚しく3着。ここで主は残酷な決断をする。果たしてどうなるでしょうか？おそらく一番人気。1.9 倍ぐらい。あ、でもなんか他にもいたからな。ちょっと微妙な感じだけど。力不足だったのかな。一番人気だって。まあまあだね。いい子だね。何色かな。そろそろさ、黄色か赤でてほしいんだよな。赤、じゃあいいな、いいよ、赤来たよ、赤来たよ。さあ、先行争いであります。赤はもうね、連帯の、連帯的な感じがいい感じだからね。グランプール、外を通って、13番、レッドカド、いいよ、内を通りまして、8番、アフリカンストーリー、そして6番手に、ミアンドル、その外に、タクナツアーリー、11番、アニマルキングダム、そしてそのうちにカッティアーノ、その外14番ロイヤルデルタ、そして一番人気のカムカツマインマイン、うまくいっている。そしてダッチソルがほとんど馬体が合っています。いや、逃げがいないのか。先頭行くのはハッターズライト、2馬身リード、2番トレジャービーチ。さあ、灰色のペルシャ絨毯を組み締めて各馬が栄光のゴールへ向かいます。カムカツマインマイン直線の伸び足はどうか。これは半シーレースになりました。フランツールも懸命に追う外を通って、どうだろうな、ちょっと厳しいな、前落ちてこない。カムカツマインマインも懸命に追う外からはレッドカド、11番アニマルキングダム、7番ハンターズライト。虹色なんだけ厳しいぞこれ。懸命に追うフランツール捉えられるか。13番レッドカド外を通って、カムカツマインマイン1着、レッドカド2着、カムカツマインマイン2着。まあまあいいでしょう。爆着するかいいよ。残念だけど、次で見返そう。3番人気だね。ネイショーさん、まずまずでしたね。そう、まあ、まずまず、うん。凱旋門はな、分かってないよね。さあ、ゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら14頭が飛び出しました。先に行くのはどの馬なんでしょうか。花を切ったのはサークルナーリア、10番ファンタジスト、外を通って西のデイジー、そのうち9番カントル、6番ベロックス、4番アドマイヤマーズ、外から1頭、11番シバレツリーで連勝天元がかわしていきました。そしてその後ろからダノンキングリー、外を通りまして5番エアスキー、そして14番シークレットラン、一番人気連勝中のエアスキー、ダノンキングリーがその後ろ、ハイペースだったらワンチャンある。そして1番エアドライ、それからもう1頭ソングノーブル、そしてしんがりから神立つおしんこであります。依然先頭12番サークルナーリア、中山のスタンドが揺れています。エアスキー直線の伸び足はどうか、このまま粘れるか。サークルナーリア、中山は最後に坂がある。4番アドマイヤマーズ、外から懸命にエアスキー、10番ファンタジスト、まだ先頭サークルナーリア、8番ソングノーブル、エアスキーが襲いかかる。6番ベロックス、12番サークルナーリア、ソングノーブル先頭、ソングノーブルが先頭だ。初のクラシックの栄冠、獲得賞金は3000枚突破。固まるっていうね、上で。力不足だったのかな。まあ5着内取ってくれればいいよ。あ、一番人気は取れたね。一番人気だって。まあまあだね。じゃあ実況の方が音を大きくしましょうか。
さてさて、何色ですか。まあ、赤以上、まあ、黄色は理想だけどね。お、虹色。これで5着以内確定ですね。14頭。さあ何が行くのか。花を切ったのは6番ほぼというか多分確定のはずなんで、外を通りましてリーディングライト内から1頭ドレブ。だから安心して見てられる。これで5着になっても別にいいかな。そして5番手に8番こんだけ出てるからね。2番デブリーメモリーが内打ちを通っています。ルーラーオブザワールドがかわしていきました。その外からは12番双葉網きなこの音がその後ろ、13番オルフェーブル、そのうちときめきポポロン、それから5番谷から1頭、それから2番デブリーメモリー。世界一の称号を目指していよいよ各馬が動きます。カムタツマインマイン馬群をさばききれるかどうか。アンテロ先頭11番ヨトマミコ、外から1頭オルジク、外から懸命にオルフェーブル、ムチが飛んだ福永とカムタツマインマイン、これは激しいレースになりました。内から懸命にデブリーメモリー、虹色なれるかな。3番手バグがオルジク、バグをこじ開けられない。カムタツマインマイン意地を見せるか。オルフェーブルも懸命に追う。ルーラーオブザワールド捉えられるか。オルジク、オルフェーブルが速い。オルフェーブルが2番手、オルフェーブルが先頭に変わった。8番オルジク1着、オルフェーブル2着、カムタツマインマイン。あー、勝ってくれないの。もう2着はいらないよ。そう、2着続きで今これで8戦目9戦目ぐらい戦ってるから、これで下げたらいいサザエバーになるって、サザエバーになるんで。残念だけど次で2回走。女性さんに寄りましょうか。いい配合だね。しっかりあの鉄板配合でございますね。今日は明日生放送でガチャよろしくです。また当たりますよ。いやいやいや、もう運使い果たしたって。本当に この子はね、そんなにまだやり始めてそうなんでもない馬なんで、まあ、エスコメは行くかなぐらいかな。はい、じゃあ何かあればサンドピアリス、そして外からそれサホ通貨ミスターシュクレノ、山クリア下がって5番でミスターアナム、カミサツヒカリ、それからもう一頭2番カミサツヒカリ、そしてその外に6番ヤバニングローバル。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ UR エアーライフはまだ後方、ようやく追い込み体制、エリモンパサー先頭。